はじめまして、いつもと申します。はい、ですね、今回はですね、先日この学校の机ですね、二点透視を使っての描き方を紹介したんですが、今回は椅子を描いていきます。はい、この学校の机に対しての椅子です。パースなんですが、このような感じで、はい、二点透視をこのような感じで、この横のがアイレベル でこの消失点二点ですね、こちらのこういったところにやってます。で、キャンバスは 1000px×1000px です、はい。でこの机の方 の描き方、前回の動画ですね、それは今、右側、画面右側の方にリンクを貼ってますので、もし見たい方は、見てください。はい、じゃあやっていきましょうか。はい、でですね、自分はですね、ベクターレイヤーに描いていくんですね。その方が一応楽なので、はい。でですね、ちょっと椅子の部分をこれは消してもいいかな。ちょっと待ってくださいね、ちょっと分かりやすいように色をつけました。はい、で机のレイヤーはちょっと不透明度を低くしてやります。でですね、この操作ですね、これ操作、これを押してちょっとパースをちょんと触ります。はい、でするとツールプロパティってありますよね。はい、これのグリッドっていうところがあるんですけども、これがもし出てない場合はこの六角レンチを回す、模様がありますよね。はい、これをやれば ありますので、こういったのがね、グリッド。はい、でですね、このグリッドをですね、ちょっと下の方にグリッドをつけましょうか。これですね。はい、でグリッドをつけて、一応これはもう前回の動画で調整してます。はい、なのでグリッドのマス目が、ね、机の足に結構はまってますよね。はい、でこのサイズとか、またはここを触って調整することもできますので、はい、とですね、はい、元に戻して、でですね、はい、でベクターレイヤーに戻って、椅子を描いていきましょう。とっても簡単です。はい、でですね、だいたいこのグリッドのマス目を見て、そこに椅子の描く範囲を決めましょうか。もうちょいかな、ちょっとこのぐらいがいいかな。このぐらいがいいですかね。でやって、こんな感じでやって、この位置が、椅子の範囲ですね。地べたについているところの範囲といいますか、スペースですね。でそっから机の時も言ったんですけど、長方形を描きます。だいたい椅子の背もたれはだいたい机よりちょっと高くなってるので、で一応、あ、
お腹が鳴ってしまいました。聞こえてるかな。このぐらいですかね。このぐらいにしときましょうか。でこれでまた長方形を、ね、描きましょう、はい、こういう感じで、あ、もうちょい上だ、はい、で結びましょう。でベクターレイヤーなのでベクター用の消しゴムで消せば簡単にこうやって消えますので、はい、いらない線をちょっと消しましょう。で一応、うん、このように、スケルトンっていうか、あの見えてる状態での四角形にしましょうか。でですね、次はですね、またベクターレイヤーを作りましょうか。分かりやすく。で今描いたベクターレイヤーもちょっと半透明にして、でベクターレイヤーを新しく作って、でですね、だいたい座面って言いますか、お尻が、あの座る部分ですね、座る部分をちょっと高さを決めましょうか。だいたいこのぐらいにしましょうか。あ、グリッドはもう消しときましょうか。最初の時だけ使うというような感じで今回はやろうかなと。このように消して、さっきのあの操作を選んでパースを触って、でツールプロパティでこのようなグリッドを消せばいいので、はい、でまた描いていきましょう。あ、その時はですね、今パースを触った時はパースのレイヤーに移ってますので、それを気をつけて、ベクターレイヤーの戻りましょう、はい、ベクターレイヤーで自分は描いているので、で、はい、先ほどの続きで座面をこのような感じで描いていきましょう、はい、はい、これですね。で、座面の厚さをだいたいこのぐらいとして、はい、もうこれでも出来上がってるようなもんなんですけど、で次はこの背もたれですね。背もたれの方のパイプといいますか、足ですね、はい、足もこのような感じで、やっていきましょうか。一応向こう側もあるけど、一応やっときましょうか、はい、で次は背もたれの部分ですね。背もたれの部分もちょっと厚みをちょっと置いて、ちょっと椅子のパイプ椅子なんですね、日本の学校の椅子は、うん、あ、世界的にパイプ椅子ですよね。で一応パイプをね、ちょっとやって、背もたれをこんな感じでやりましょう。はい、もうこれで出来上がってるようなもんですね、はい。でこの不透明度の方のこれを消しましょうか。もうで消して、ちょっと奥側のパイプの方は消さないでおこうかな、はい、必要ない部分は消しました。であとはですね、もうこれでもう出来上がってるようなもんなんですけれども、はい、これにですね、
これを元にまた椅子をですねちょっと自分で手を加えるというような感じで、その際は一応自分は今からベクターレイヤーでやりますが、ベクターレイヤーでなくても別にラスターレイヤーでも構いません。はい、それは何でかと言いますと、このパースのレイヤーを消しますということは、パース二点透視の機能を使わずに描くということになりますので、はい、でちょっと分かりやすいようにまた青い線がいいですかね、青い線で線を引いていきましょうか。はい、これをですね自分で、やっていきます。それはどんな風にするのかと言いますと、例えば座面をちょっと緩やかにへこますとかですね。この定規がありますよね、曲線の、これ使ってもいいですね。これを使ってちょっとぶっといかな、こうやってちょっとぶっといですね、4ぐらいにしてこれね、でこうやってもしあれでしたら今最初にね、線引いたやつを複製してで、このレイヤーをレイヤー移動ですね、名前を覚えてないというか、レイヤー移動でこのようにジャーンってやって下にやって、またこれを先ほどのに、結合させるっていうようなやり方もありますね。はい、もう自分のね、やりやすいやり方でやってください。はい、でここですね、ここはまたちょっとここもあれだ、ここまして、でここをこんな感じ、でちょっとね、パースだと、パース機能を使ってだと、直角じゃないですか、角ができてたり、それをこういった手書きで丸みをつけるというような感じで、やっていきます。はい、でパイプもですねこんな感じで、はいはい、あちょっとあれだな、もうちょい細い方がいいですかね、ちょっとずれたりもしますが、それはもうね、調整していきましょう。はい、でここもここがパイプだいたいここぐらいかな書いてなかったところなんですが、だいたい予想して、はい、ちょっと調整していきましょう。まあ、あそうか、自分はベクターレイヤーなのでこういったところもね、こうなってもしつなげてもこうやって消せば
いいんですけど、はい、でもね、ラスターレイヤーではちょっとベクターレイヤー用の、消しゴムはちょっと使えないんですけれども、あのパッと消すことはちょっとできないんですけれども、でもベクターレイヤーをラスターレイヤーに結合するとベクターレイヤーはラスターレイヤーに、切り替わりますので、はい、描いてるときはベクターレイヤーにして、で線画がもう完成したなと思ったらラスターレイヤーに変えると、ラスターレイヤーと結合するといいかもしれないですね、うん、でちょっと目で確認してなんですけど、はい、もうちょい上かな、ちょっとあれですね、椅子の音変わりますね、ちょっとレイヤー、パース使いましょうか、はい、パース使ってやりましょう、結構高いんですね、うん、でこっちからこうか、こうなんですね、うん、もしうまくいかなかったらもうすぐね、修正するとかやり方を変えるとか臨機応変にやっていきましょう、遠近法のやり方でちゃんと描かないとダメだとかって、ちょっと自分で壁を作る場合もあるので、そういうふうな中ね、なるとちょっと、ね、気持ちが辛くなりますので、で感じでパイプももうちょいこっちかな、はい、こんな感じですかね、はい、こんな感じで椅子が、はい、出来上がりました、はい、最後までご視聴ありがとうございました。